大梅ガサ層は、筒子化梅ガサ層属の常緑の草状の小低木。新エングラー体系やクロンキスト体系など、古い分類体系では、梅ガサ層属は、一役草かの属とされていた。地下茎が長く生い、そこから分岐して、地上茎が直立して高さは10から15センチメートルになる。群生している各地上茎は、その地下茎でつながっている。茎には、 鈍い量が縦に走る。葉は、茎の上部に十数個を2から3段に、臨生状に集まってつける。葉は厚く、光沢のある角質で、長さ3から5センチメートル、幅0.5から1センチメートルになる、頭皮心型で、先は鈍頭、上半分の円には数個の荒い虚子があり、長さ3から6ミリメートルになる傭兵がある。葉の表面の葉脈は、くぼ入りする。 花期は6から7月。茎先に果序が伸び、3から9個の花を三棒状につけ、はじめやや下向きにつくが、果実として熟すにつれ上向きになる。額は5列し、額列片は長さ約2ミリメートルになる、卵状円形で、果冠列片の4分の1の長さ、先は二分頭、鹿島で残る。花は白色。 またはやや紅色を帯びる花冠で豪列し、計約8から10ミリメートルの交渉径になる。湯水は10個、花中は短く太い。果実は、計6から7ミリメートルになる平田球場の果てで五室からなり、放せれっかする。日本では、北海道、本州の太平洋側に分布し、海岸近くの乾いた林家に生育する。世界では、ヨーロッパ、アジア、 北アメリカの中国地方に広く分布する。和名、大梅が草は、大梅かさぐさの意で、梅が草に似て大型であることによる。種小名アンバラータは、三型カジョノの意味。純絶滅器具ありがとうございます。